CP 対称性の破れとは、物理学、特に素粒子物理学において、CP 対称性に従わない事象のことである。CP 対称性の破れは1964年に、中性系中間子の崩壊の観測から発見され、ジェームズ・クローニンとバルフィッチはその功績により1980年に、ノーベル物理学賞を受賞した。現在も、理論物理及び、実験物理で、 積極的な研究が行われている分野の一つとなっている。現在の宇宙では物質が半物質よりもはるかに多い。宇宙の歴史の中でこの非対称性を生成するためには CP 対称性の破れが必要条件であり、サハロフの3条件の一つとして知られている。C は家電協約変換、P はパリティ変換を意味し、 CP はこれら二つの演算子の積である。強い相互作用と電磁相互作用は CP 変換の下で普遍であると考えられているが弱い相互作用による崩壊ではこの対称性がわずかに破れている。歴史的に見ると CP 対称性は1950年代に発見されたパリティ対称性の破れを回復するために提案された。パリティ対称性とは 素粒子物理学の法則が共造反転のもとで普遍であるという考えを背景としている。これは化学反応や放射性崩壊のような反応が共造反転しても同じ頻度で起きることを示唆している。パリティ対象性は電磁相互作用及び強い相互作用による反応については正しい。 1956年までパリティ保存はエネルギー保存の法則や運動量保存の法則とともに気化学的な基本法則の一つであると信じられていた。しかし1956年に理論物理学者のリ・マサミチとヨーブリ・アス氏がすでに存在していた実験データを丹念に再検討し、パリティ保存は強い相互作用及び電磁相互作用については確認されていたが、 弱い相互作用については確認されていないことを示した。彼らはいくつかの直接的に検証する実験を提案した。コバルト60原子核のベータ崩壊を使った最初の実験は1956年にゴタ竹オラのグループによって実施され、弱い相互作用がパリティ対象性を破ることを明確に証明した。全体的に見て、 一つの量子力学的体系の対称性 P の破れは、もしも他の対称性 S の破れが見つかって、それと組み合わせた対称性 PS が破れないようにできれば回復される。このヒルベルト空間の構造についての、精妙な論点は、パリティの破れが発見されて間もなく体現され、家電協約がその秩序回復のための望まれた対称性であると提唱された。簡単に言うと、 加減協約とは、粒子と反粒子の間の対称性である。CP 対称性は1957年に、レフランダウにより、物質と反物質の間の真の対称性として、提唱された。言い換えれば、一つの過程で、すべての粒子が、その反粒子で置き換わったものは、元の過程の共像と等価である、と仮定された。ありがとうございます。